タイタンズを忘れない。タイタンズを忘れない。現代、リメンバーザ・タイタンズは、実は大元にした2000年のアメリカ映画。公民権法施行の後も、人種差別が渦巻く1971年に、教育改革により、バージニア州に生まれた、白人黒人混合の高校フットボールチームの、選手たちが、肌の色が違う。というだけでお互い歪み合いながらも、スポーツを通じて、徐々に分かり合い。 周囲の人々をも巻き込みながら奇跡を起こしていく。監督はボアズ・イエイキン、制作はジェリー・ブラック・イマーで、ウォルト・ディズニー・スタジオで制作された。デンゼル・ワシントンがコーチのハーマン・ブーン役として主演していい。この映画はアメリカ国内で人種間の緊張が最も高かった時代、バージニア州アレクサンドリアの州立高校で黒人と、 白人の混成フットボールチームが設立され、州のチャンピオンシップで勝利したことを元にした実話の映画である。作中には、実際に1970年代にヒットした流行歌が効果的に使用されている。例を挙げると、スティームの n a n a ヘイヘイ、キスヒムグッバイ、マービンゲイ＆タミータレルのアイン、ノーマウンテンハイナフ等が挙げられる。 トレーバー・ラビンがこの映画のサウンドトラックを担当し、サウンドトラックには、ラビン自身作曲のタイタン・エス・スピリットが収録されている。なお、タイタン・エス・スピリットは、NBC のオリンピック中継のエンディング曲としても、使用されている。語り部は、シェリル・ヨーストという女性。物語は、人種差別が強く根付く1971年に、バージニア州アレクサンドリアの修立。 T.C. ウィリアムズ高校に黒人ハーマン・ブーン、デンゼル・ワシントンがアシスタントヘッドコーチとして雇われ迎え入れられ、白人と黒人の混合チームが生まれるところから始まる。当初ブーンは白人ヘッドコーチにして、シェリルの父のビル・ヨースと、ビル・パットンのアシスタントとして雇われたが、全人種が平等に扱われなければならないというアファマティブ・アクション法の思考と世論の動きに、 後押しされた教育委員会はヨーストを降格させ、ブーンをヘッドコーチに就任させることを決定した。その通達を聞いた両人はそれぞれ難色を示した。なぜなら、下手に白人の上に立つような真似をすれば、人種差別主義者に狙われることをブーンは知っており、そしてヨーストもまた州立高校より、 はるかに高額の報酬で雇ってくれる大学のフットボールチームが彼に打診してきたからだ。だが、ブーンは近所に住む黒人たちから私たちの誇りと才能を示すためにコーチになってくれと頼まれ、そしてまた、ビル自身も生徒の保護者たちから自分の子供を黒人コーチの下に置きたくい、という声に後押しされて、それぞれが教育委員会の通達に従った。最初は、 お互いの道から来る恐怖に支配されて白人黒人ともに歩み寄ろうともせず、いがみ合ってばかりいた。ある時町を離れ、ゲティスバーグで合宿を行った。合宿でも喧嘩が絶えず、チームとして機能しない日々であったが、ある時ブーンは白人黒人お互いに全員と話をすることを強制させ、さもないとついたちの練習を四回にすると言い出し、しぶしぶ従う選手たち、そして、 ブーンは、ゲティスバーグの南北戦争決戦地で、お互い分かり合えなければ、私たちもここで終わりだと説いた。そんな、ブーンの声が届き始め、選手たちは徐々に、お互いに心を開き始める。そして、カリフォルニアからの編入生、ロニー・サンシャインバース、キップ・パルデューを迎え彼の肌の色とらわれない態度も、次第に、チームメイトたちを一つにしていった。 合宿で一つになったタイタンズであったが、いざ学校に帰ってみると街には相変わらず人種差別が渦巻いていた。またバラバラになりかける選手たちであったが、リーダー格のゲイリーやジュリアスはコーチに頼りっきりじゃダメだ。もう一度一つになろうと、試合前のウォーミングアップを自分たちでダンスをすることを提案する。 自分たちの結束を強固なものにしていくタイタンズは、週の大会で順調に連勝していった。途中ブーンは、同僚の黒人教師から、教育委員会は、もし一回でも負ければ、君を首にする意向だと聞かされたが、気負わず指導を、続けた。また様子とも、高校電動入り投票委員会から、次の試合は、負けが決まっていて、そこでブーンは終わり、君が、電動入りだ。 とやお嬢の事実を知らされる。案の定、次の試合、明らかに不利な判定が続いたが、ヨーストは、審判に、本当のことをばらすとやお嬢をやめさせ、試合に逆転勝利する。しかし、試合後、委員会から、君の伝道入りはなくなったと告げられるも、ヨーストは、自身の伝道入りより、チームの勝利を選んだ。その後も強豪校を倒し、ついに決勝戦に駒を進めた。 しかし、その決勝戦を前にした夜、思いもよらない悲劇がチームを襲ったのであった。シェリルによると、現在も黒人と白人は互いにいさかうものの、憎しまないうちにタイタンズを思い出している。映画では、最後、ブーンや様子とタイタンズの選手たちがその後どんな道を歩んだのかが書かれている。作品途中に出てくる一枚のポスター。 それは1968年メキシコシティオリンピックのものであり、表彰台に上る選手が人種差別に抗議している様子を描いたものである。アメリカの二人の選手はうつむいて国旗である、正常期から目をそらし、拳を突き上げ、ポスター左手の銀メダリストを含む彼ら三人は、左胸に人権を求めるオリンピックプロジェクト、オインペックプロジェクト4、ヒューマンライツ、略称、 ローアをつけている。ブラックパワーサリュートとして有名。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。